2010年にワークスチームとしてフォーミュラ1に復帰したメルセデスは、近年最も成功を収めているチームの一つであり、この7シーズンは連続してドライバーズチャンピオンシップとコンストラクターズチャンピオンシップのダブルタイトルを獲得している。それ以前のメルセデスは2009年のコンストラクターズチャンピオンを獲得したブラックリーを拠点とするブラウン GP のエンジンサプライヤーであった。F1 復帰となったのは、親会社のダイムラーが2010年シーズンに向けてチームの株式を購入して買収したためである。その後、チームはメルセデスにブランドを変更し、ドイツが世界に誇るエンブレムを掲げてレースに挑み、その歴史を作り続けている。